ミサイルは指定通り北京とニューデリーに向かっています。アイヴァン、時間切れだ。何世代にもわたり我ら忍び一党は将軍を守ってきた。そして明治新政府と戦った後、わしらの先祖はロシア帝国へと落ち延びた。だが負けたとはいえ名誉は死なぬ。我らの意志は強靭だ。堕落しきった世界の変革には血と炎とが求められる。都市は崩壊し天空が落ちるだろう。次の発射準備せよ。標的はロンドン。世界中のミサイル防衛システムがダウンしている。ミサイルを止める唯一の望みは宇宙基地に侵入し司令センターを奪取することだ。ヒートスキャンによると内部には大量の敵だ。幸運を祈る。全戦闘機至急インディペンデンスに帰投せよ。爆撃隊はスターレイブラートの空港へ向かえ。ミッチェルは不時着させても構わん。大至急だ。いいな。以上だ。Here!
が敵だ。来るぞ、気をつけろ。奴が放ったミサイル、世界崩壊に引き金だ。さあ、進行ルートを塞がれた。そちら側から頼む。
自分の部下まで殺すのが？邪魔だった。たとえ勤勉でも無能な兵士は銃殺する。お父様の口癖は。ドイツの将軍の二番戦士か。そいつも戦争には負けたがな。私たちは熊野を父と慕った。私たち義兄弟を戦場の孤児たちと呼び、戦士として生きる道を教えてくれた。それをお前は忘れ去った。彼は惜しみなく知識をくれた。だが胸に秘めたことも多い。生きてお父様に会えたなら、両親のことを聞くのに。全ての孤児が拾われてきたわけじゃない。アイラ、作られた孤児もいる。一発だ。ゴールドチームは全てガスでやられてしまった。ユドミラは仕留められたのか。いや、だが深手を負わせた。満足には動けない。ミサイルを止めるのが先だ。まだ日本海域の上空だ。だがミサイルの制御高度も解析できていない。熊野はきっと司令室にいる。ミサイルを止める手段を何としても聞き出すのだ。無理だな、やつなし。Yeah!
お前には失望させられる。お前に生きる意味を与えた、目的を与えたはずだ。ならば奪ったものは何だ。お前の両親は重大な任務にあった。だが失敗し、我らの大目的を危うくした。彼らはわしがこの手で殺し、お前は死んだ母体から切り離された。あなたなる投手として、お前の戦争の手駒としてな。戦争は人民を分かつ。だが我らが目的は一つの国家、一人の独裁者のなために。お前は数万人を虐殺する。犠牲だ、虐殺ではない。違いが全く分かっておらぬ。私は簡単には死なんぞ。弟子たちに許可した遺伝子改変薬はそれぞれ一種類のみだが、わしは違う。万能を発揮する。世界を支配しようなぞ世前事だ。スターリンかヒトラーに聞いてみろ。未熟者め。息子よ、これは世界革命だ。あらゆる手段が正当化される。色眼鏡に頼ってなお何も見えぬか。Yeah!
夫だ、アイバー。すでに地獄の扉は開いている。わしを殺そうが意味などない。それで十分だ。熊野は死んだ。次はどうする？熊野が打ち上げたのは SS-18 核ミサイルだ。こいつは8桁の中止コードに反応するが、まだ解読できてはいないのだ。だったら一体俺にどうしろ。違う！お父様は正しかった。革命は幕を開けた。そして私は革命の死の天使。アイバン！こんな姿で私を思い出してほしくない。死んだ後でやっと私だって分かるのね。死にやしない。信じろ、シフォ。一つ教えてくれ。ミサイルだ。中止コードを知らないか？熊野すぐに戻ってくる。少佐、 C4 の手術終わりました。熊野の血清でキメラウイルスも消えてます。お湯の中に戻る前に彼女に会っておきたい。ゆっくりしろ、アイバン。君は自由を勝ち取った。合衆国政府は感謝を表明する。まだ終わりじゃない。熊野は死んだわ。 SOD 部隊の多くは殺されたか捕虜になった。ちょうどブリーフィングが終わった。我々が望んだ形にはなってない。一歩後退。そうね。でも次の投手たちは動き始めているわ。それじゃあまた連絡を。